何？何ですか？これ知ってる？謎解きチャレンジ？そう、このチラシに書いてある謎を解いてたぬき商店に答えを言うと先着10人にお菓子がもらえるんだって。店員がケロケロケロッピのお菓子だ。僕絶対欲しい。アップルもどうしても欲しいんだよね。グミちゃんは？私はもう解けて昨日お菓子をもらいました。さすがグミちゃん。ねえグミちゃん、こっそり答えを教えてくれない？パンタ君、それはズルです。ヒントだけでも。自分で解いてください。最初の一文字だめです。へえ。習い事がありますので帰ります。さようなら。パンタ君、こうなったら自分たちで謎を解くしかないよ。そうだね。頑張って謎を解いてケロケロケロピなお菓子をもらうぞ。えいえいおー。ねえみんなこれ見てよ。謎解き挑戦状？何これ？今たぬき商店で謎解きチャレンジをやってるんだって。景品のケロケロケロッピのお菓子がどうしても欲しいんだよ。問題はドアの向こう、高級なネクタイが1つ、座布団は9つ、6時起きで読んでね、たぬき。難しいな。そうね。ジャスミンはこういうの得意なんじゃない？私勉強は得意でもこの手の謎解きは苦手なんだよね。6時起きで読んでねっていうのはこの謎を解く鍵じゃないかな。あ、もしかして6時に起きたら何か変わるのかもしれない。僕もう寝る。明日の6時に起こしてね。わかった。よっぽど景品が欲しいのね。はぁ、目覚ましうるさいな。あ、そうだ、パンタに起こしてって言われてたんだ。パンタ起きて、6時だよ。わ、急いでチラシを見ないと。珍しく目覚めがいいね。あれ？何か変わった？それが何も変わってないみたい。6時起きって一体どういう意味なんだろう。夜の6時だったのかな。とりあえず朝ごはんを食べてまた考えよっか。そうだね。おはよう。 あらおはよう。休みの日なのに起きるの早いわね。昨日の謎解きは解けた？全然わからない。お母さん、朝ごはんの支度手伝おうか？じゃあこのコップを机の端のところに置いて。わかった、机の端ね。よいしょ。あ、ジーニャ、そんな端っこにコップを置いたら危ないわ。あれ、机の端に置いてって言わなかった？机の端のところじゃなくて机の端のところって言ったのよ。そういうことか。机の端って端っこのことかと思ったよ。日本語って同じ言葉でも違う意味のものがたくさんあるからね。日本語って同じ言葉でも違う意味のものがたくさんあるからね。はっ。説明しよう。トレードマークのお団子頭を外してパジャマを脱ぐと名探偵チーネに大変身。この謎は私が暴いてみせる。お姉ちゃん、何かわかったの？はい、私たちはとある思い込みをしていたんです。思い込み？はい、先ほどのジャスミンの発言で気づきました。6時起きで読んでねというヒントは6時に起きて読んでねということではなく6文字起きに読んでねということだったのです。なるほど。じゃあこの文を6文字置きに読むと、ど、う、た、ぶ、つ？あれ？何かの言葉になると思ったんだけど。ちょっとお姉ちゃん、本当に名探偵なの？じゃあ最後のたぬきっていう言葉が謎を解く手がかりなんじゃないかな。たぬき、たぬき、たぬき、たぬき。わかった！タヌキっていうのはタヌキさんのことじゃなくてタヌキ、タを抜いてってことなんだ。ということはさっきのドウタブツからタを抜くとドウブツ、動物だ。その通り。この謎の答えは動物なのです。さすが名探偵チーニャね。お姉ちゃんすごい。僕早速景品もらってくる。あ、パンタ着替えてから行きなさい。あ、パジャマだったよ。こんにちは。いらっしゃいませ。あの、チラシの挑戦状解けました。答えは何でしょうか？答えは動物です。
吉さん。パンタ君、君は10人目の正解者だもん。最後の一人だったんだ。間に合ってよかった。こちらが景品のケロケロケロッピなお菓子でございます。ありがとうございます。また謎解きチャレンジがあったらぜひ挑戦してほしいだなも。はい、絶対参加します。ただいま。パンタおかえり。答え合ってた？うん、正解だった。ほらこれ、ケロケロケロッピなお菓子。わあ、美味しそう。よかったねパンタ。うん。どうしたの？嬉しくないの？嬉しかったんだけど、これお姉ちゃんにあげる。え、どうして？これ絶対に欲しいって言ってたじゃん。うん、だけどこの前お姉ちゃんのプリン食べちゃったし、この謎もお姉ちゃんが解いてくれたし、だからあげる。パンタ、じゃあこのケロケロケロッピのお菓子は私とパンタとジャスミンと、あ、3等分しようか。お姉ちゃん、また謎解きチャレンジがあったら協力してね。うん、任せて。私に解決できない謎はないのです。名探偵チーニャですから。ネクタイが1つで座布団は9つあって、